おはようございます。俊太でございます。3時間しか寝てねえ。やっぱ寝れねえ。二度寝三度寝めっちゃしようとしてるんですけど、寝れなかった。はい。試合後あるあるな感じでございます。で、体がね、ほとんど痛くないんですよね。足がちょこっと痛いぐらいかな。蹴った足、多分カットされたやつが痛いぐらいの感じがあって、他は全然大丈夫で、なんかいつももっと体が全部痛い感じなんですけど、それが感じられてなくて、まあこれはいいことなのか悪いことなのか、まあ次につながるという意味ではいいけど、満足というか充実感としてはあんまりなんかないんですよね。だから多分ね、俺ちょっと思ったんですよ。自分 M かもしれないです。 M 要素強いかもしれないです。だって、まあ、痛いのは別にそんな好きじゃないですよ。めっちゃ痛いってなってんのが好きっていう感じはないんですけど、でも、なんか、削り削られみたいな。削られないで削り取ったみたいな感じに今回はなったわけじゃないですか。削り取ったっていうか、まあ、倒したみたいな感じだったんですけど、削られないと満足いかない症候群。症候群っていうか、M みたいな。そんな感じがちょっとありますね。っていう風にちょっと、思いました。昨日の感じでね。はい。で、一つだけちょっと、昨日のことでね、試合のことで、気づいたことがあったんで、一つだけお話します。これは、昨日のマイクで、あと YouTube でも言ったんですけど、自分のネガティブな感情を全部吐き出しちゃいました。それが良くないと思ってました。けど、それは、いいのかなって。これが、俺の生き方なのかなって、思い始めました。もちろん対戦相手の方もいるし、ね。対戦相手の方は叩いた上でですよ、もちろん。で、あとお客さんもいますよね。お客さんが、なんか満足できるような、なんか楽しんで帰ってもらえるような、幸せを感じられてくれるような、ポジティブなエネルギーがあるような感じに、しなきゃいけないと、は思いますよ。けど、それが、俺は、嘘を言って、自分の素直な気持ちを言わないで言うことが、なんか、気持ち悪くてしょうがないの。いや、一つはありだと思いますよ。お客さんに、いい嘘をつくみたいな。それだって、いい嘘、そうだな。いい嘘っていう意味では、ありなのかもしれない。けど、それが、なんかやっぱ気持ち悪いの。やっぱ自分の素直な気持ちを吐露した上で満足してもらいたいっていうのがあるの。ここ根本的なものが合致しないとおかしくなるっていうふうに思います。思ってるんですよ。一番人生で重要なこと。俺結構これコンセプトであるんですけど、やっぱ素なんですよ。素直な気持ちを吐露する。これが自分の価値観ですから。根本的にジャッジされる、この価値観。これを素直に喋る、話す、出す。そして、それに伴って、それに共感してくれる人。とか、それが、その価値観なんだねっていうふうに思ってくれる人。これがめちゃめちゃ重要なのかなって。それが価値観が合う人だし、価値観を合わせてくれるっていうわけでもないけど、なんか、うまくコミュニケーションが取れると思うんですよね。俺が、今ね、最近よく名前出してるんですけど、ゆうやが、あいつめっちゃ素なんですよ。素で、もう、出てくる感じのことが、めっちゃ似通ってる感じのことがあって、だし、俺がなんか引っかかってたものが、ゆうやにあって、俺にないものが、俺欲しいものがあいつ持ってたりするんですよ。だそれが価値観の、がめちゃめちゃ合う感じでもあるし、どんどん価値観をアップデートされてる感じあるんですよね。そういうつながりってめちゃめちゃ重要だと思います。だからなんか俺のことをすごく批判的っていうか、なんか嫌な感じの、で見るんだとすれば、その人は別にいらんと。いうふうになるわけですよ。やっぱね、ちょっとそこを思いました。自分はネガティブマンなんですよ。ネガティブが根本から溢れてきちゃうんです。だからそれを、やっぱ、素直に
そのまんま。そのまんま、あちょっとね、ああ、そのまんまだな、やっぱりな。なんか、脚色してっていうの？なんか、うまくごまかして言うっていうのは気持ち悪いからね、やっぱり。そこを、やっぱ、重視した方がいいかな、というふうに思ったりしました。はい。これ何の話だっけ？昨日、その試合で、そのマイクとか、そう、YouTube とかで話して、あのことだ。はい。な、そんな感じです。で、なんだっけ？あ、そう、今からね、走ってきます。ここね、六本木ヒルズなんですけど、昨日のね、メインチャンネルで見てくれてない方に向けて話してるんですけど、ここ六本木ヒルズに今泊まらせてもらって、ジムがあるんですよ。ランニングできるし、筋トレとかもできるんですけど、ランニングだけしてこようかなと思って、毎日の習慣なんで。はい。そんな感じです。なんか、まあ、いいや。ご清聴ありがとうございました。さよなら。